案の定やっぱり断られたよね。アルバムの制作の段階から曲を聴かせてもらってたので、ミュージックフェスティバルのみライブっていうのは多分私の記憶するところではないと思います。びっくり仰天でしたね、本当に。まあ、アルバムタイトルがザ・レースなんで鈴鹿でやるしかないと思ったんだと思うんですけど、アルバムの制作の段階から曲を聴かせてもらってたので、そのスタジオもしょっちゅう遊びに行って出来かけの曲とかを聴いたりとかして、リリックから音からなんかすごく僕はイメージが合致しましたね。こうサーキットで今まで誰もやっていない場所で、まあ、リリックだったりとかそういうものが整合性が合うものだと思うんですね。案の定やっぱり断られたよね。もう年間のスケジュール自体もパンパンだから入る余地がもうそもそもないっていう、物理的な問題もあるし、だし何言ってんだよっていう話でもあるんで。通過サーキットの周りに遊園地だったりだとかそういったものがあるんですけども、そういったところで特設ステージを作んでライブをやってたりっていう催し物をやってたりっていうのはあるっていうのは聞いてたんですけど、まあ、コース上でそういったライブをやるなんていうやったことがないし、そもそもそういうコース上ではちょっと厳しいですねっていう反応でしたね。俺たちがやりたいことはコース上にステージを組んでコースで歌いたいっていう、まあ、そういう無謀な挑戦だったから、それは断られるよね。いやもう名古屋城の時点でぶっ飛んでたんですけど、今年は鈴鹿でやりますって言って、まずどこでやるかを聞いてなかったので、鈴鹿でで、いろいろ聞いたらコース上ですって聞いて、せやんってみんななって、まあ、スタッフにも言ったら前代未聞というか、うちの会社でももちろんないですし、テクニカルの各社でももちろんないし、本当名古屋の現地でお願いしてる道具美術屋さんもさすがにコース上はねえよっていう感じで、びっくり仰天でしたね。本当に史上初の試みっていうのをぜひやりたいっていう、まあ、それができないと意味がない。ちょっとまあコネクションだったりつてを拾って鈴鹿サーキットつながってる人がいないかっていうふうに探してたどり着いたのが森脇エンジニアリングで、まあ、今は MIE レーシングの代表をやられてる森脇みどりさんっていう方、サーキット上にステージを組んでライブを見せたいっていうのでお話しさせてもらったのが一番最初でしたね。やっぱり救ってくれたのは人で、みどりさんと、まあ、もちろん初めましてなんだけど、まあ、ガキの頃にね、この森脇の商品にはめちゃくちゃ交わってたから、すごいなんかまあ光栄な出会いでもあったんだけど、そのみどりさんと話しててそのすごい同じアティチュードを感じるっていうか、バイブスもそうだし、話してることもなんかほぼほぼ俺が今まで言ってきたことをなんか話されて、すごい生意気ですけどなんかすごい共鳴させてもらえたというか。ミュージックフェスティバルのみ、もしくはミュージックイベントのみでっていうのは、ライブっていうのは多分私の記憶するところではないと思います。あ、もちろん協力させてくれと。でなぜなら AK69 さんの歌を通して、モータースポーツということだとか、ミュージックということがハーモニーとなってすごく世界観が広がるんじゃないかなというふうに思ったんですね。世界最高峰の F1 がやるサーキットですし、それも1年2年ではなくて本当に長い間レースをしてますし、あとバイクの耐久レースでもう世界トップクラスの続く8時間耐久ロードレースっていうレースが行われる有名なサーキットで、やはり思いだとか、あと生まれてきた理由、歩んできた歴史っていうのが非常に深く熱いものがありますので、そういった意味でも鈴鹿サーキットっていうのは日本でももちろんトップですし、挑戦しないと走れないコースですね。こうやって自分たちのやってきたことに賛同してくださった方がまたこうやってチャンスをこの作ってくれたっていう、これも生意気なね考え方かもしれないけど、チームの一つの思いの中にみどりさんの気持ちもこの入ってくれたから、これは成し得たっていう、まあそれ以外何者でもないですね。レースは5
ここで終わったと思うんじゃねえ。お前のエンジンが止まるまで何回だっていける。自分を信じたやつだけが見える景色ってやつを見せたい。行こうぜ。常に不安を抱えてるんですよね。あの空間で作り上げるっていう風なことを、まあ、選択されたので、やっぱ相当懐の大きい器のでかいやつじゃないとこれはGOできないですよ。